唇を閉ざせは2006年のフランスのミステリー映画。監督はギオームカネ、出演はフランソワ・クルゼとマリ・ジョゼ・クローズなど、アメリカ合衆国の作家ハーラン・コーベンの同名小説を映画化した作品である。第32回セザール賞において作品賞をはじめとする旧部門でノミネートされ、そのうち監督賞、主演団優賞、作曲賞、 編集賞の4部門で受賞を果たした。8年前に妻、マルゴを残殺された過去を持つ小児科回アレックスは、ある日、妻と自分の関係を示す MA と書かれたメールを受け取る。その内容に従って、あるサイトにアクセスすると、現在のマルゴが映っていると思われる動画が再生される。妻が生きていると考えたアレックスは、 彼女の死体を確認した唯一の存在である妻の父で元警官のジャックに死体の状態を尋ねるがマルゴの死を否定する可能性を得ることはできなかった。それでも疑問が拭えないアレックスは真相を突き止めようとするがアレックスを監視している謎の男たちに陥れられマルゴの親友シャルロットを殺した容疑者として警察に追われることになる。アロシネによれば フランスの24のメディアによる評価の平均点は5点満点中3。3点となっている。ロッテントマトズによれば、非評価の一致した見解は、緊張感があり、緻密に練られたスリラーである、唇を閉ざせには、ドキドキする部分と胸を締め付けるような部分が等しく、存在している。であり、百十九件の評論の内高評価はントに、当たる百十一件で、 平均点は10点満点中7.6点となっている。メタクレティックによれば30件の評論のすべてが高評価で平均点は100点満点中82点となっている。2009年にハリウッドでのリメイクが発表された。翌2010年にはオーストラリアの映画監督で脚本家のアンドリュー・ドミニクがリメイク版の脚本を執筆しているが、 監督も担当するかは未定であると報道された。ありがとうございます。